ウルトラマンと聖人と怪獣の違いは？この辺についての考察を作品の追求から本にしてみた。というそれに、商品価値はあるのか？ではある。なぜウルトラマン、それだけに3分の行動制限があるのか？そして最初の企画原案にカラータイマー、それはなかった、というのもあって。その情報からでも、何を想像するか？それは、人にはよる。科学的な考察は無意味だ、というそれを論じる面白さ、も一時ネタに。面白い、とは何だろう？思想的にも、神のみぞ知る、だ。大衆は神である、それが求めたらそれが正義だ。売れればいいんだよ、その時、いかに誰も反論。できなくても買わない。そういう事例は発生する現実。なんか企画者の想定通りに動かされてる感じが嫌。それ言ったら物語は成り立たないのでは、それでも。